はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、発言するクラス、発言しないクラスということについてお話をします。はい、先生のクラスの子どもたちは発言しますか、発言あまりしませんか。これはね、正直言います、正直言いますけども、それはもう担任の力量です。担任の力量なんですよ。発言しなくてもいいやと思ってる先生あんまりいないと思うんですけども、でも具体的にどうすれば発言する子たちになるかっていう手立てはね、意外と知られてないんですね。で、今回はですね、発言するクラスと発言しないクラスということについて、先日ですね、メンバーシップの方で6月の末ですね、メンバーシップ限定の Q&A っていうのをやってるんですね。そこでいろんな質問をいただいたのを私がストレートにお答えするっていうのをやってるんですが、そこでね、その発言するクラス、発言しないクラスに関係のあるご質問がありましたので、それを今日はね、この場で紹介したいと思いますので、ぜひご覧になってください。3分ぐらいの短い画面ですけどね、どうぞご覧になってください。はい、ではどうぞ。はい、5番目です。他のクラスの研究授業を見て思ったことを質問させてください。そのクラスは5年生です。発表が苦手な子が多いみたいで、挙手指名でも数人しか手を挙げず、担任が意図的指名をしても言いたくないという児童は何人もいて、先生が代わりにノートの考えを読んであげるようなクラスでした。もしこのようなこちらから指名しても発言拒否するような子が多いクラスを担任した場合、どのようにしていくのが良いでしょうか。やはり列指名などを日常的に行い続け、嫌がる子たちにもめげずに、授業で発言するのは当たり前という土壌を地道に作っていくことになるのでしょうか、ということですよね。私はですね、この先生のおっしゃってる後半の部分ですね、列指名などを日常的に行い続け、嫌がる子たちにもめげずに授業で発言するのは当たり前という土壌を地道に作っていくということになるのでしょうか。で、まあ、ここに基本的には賛成ですね。私もね、何回も5年生持ってますけども、やっぱり、その最初はね、とにかくね、発言しないですね。声もちっちゃいし。で、この子たち今年はもう絶対無理だろうって私も思うんですよ。思うけど、指導をやめないんですよね。発言するっていう指導をやめない。で、これがね、絶対大事です。必ず子供はね、どっかでボーンとね、爆発しますので、言いたいんですよ、子供たちは基本的に。言いたくないクラスってないって私は思ってるんですよね。みんな何かが原因で言えないんですよ。ですから、その原因さえ解いてあげればね、ほとんどの子が意見を言うクラスになると思ってます。で、特にですね、この先生の持ってき方が大事なんですよね。4月にやっぱりこのクラスは意見を言うクラスにしていこうっていうことを、まず4月の最初に宣言するんですよね。そのために先生もこうやってね、発言する授業をいっぱいやってるからね。で、みんなも答えてねっていうことを最初にやっぱり言うっていうことが必要ですね。一番最初に言うということです。ですから、こういうクラスは多分行ってないんじゃないかなという気がするんですね、そういうこと。で、実際に授業の中でどん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 発言させるわけです。私も大体ですね、1日5回ぐらいはね、指名なし発表をやらせるんですよね。まあそういうふうにしてもね、なかなかね、声がちっちゃい子いるんですよね。まあ、その発言拒否するような子ってあんまり私見たことないんですけども、まあもしそれ原因があるなら調べなきゃいけないですし、まあその何人もいるっていうことはね、多分その持っていき方なんじゃないかなというふうに感じたんですよ。ですからもう4月にこういうクラスにするよっていう中に発言するクラスっていうのが入っていて、で、しかもそれを4月に先生が具体的に授業の中で発言させていくという、まあそういうことがないとですね、やっぱりこういうクラスになってしまう可能性はあると思うんですよね。ですから先生がおっしゃる通りですね、嫌がる子どもたちもめげずに授業で発言するのは当たり前という土壌を地道に作っていくっていうのもまさにそれだと思います。だけど大事なことは、ちょっとでも発言したら思いっきり褒めるってことなんですよ。こちらが望んでることができたときに、やっぱりね、それを取り上げて大きく褒めてあげるっていうことがね、何より大事ですね。はい、まあ、それが次のね、こう自分のようなやる気になっていきますから、そこは忘れちゃいけないなというふうに思いました。はい、いかがだったでしょうか。発言するクラス、発言しないクラスですね。これはもうやっぱりね、先生がもうその発言するクラスにするんだという意思を持って4月、子どもたちの前に立つということがまず一番大事になってくると思います。もうこれで1学期終わりますよね。で、2学期になるんですけど、これはね、1学期ほどじゃないけど2学期のスタートにもこういうことをですね、先生がね、子どもたちに求めていけば必ずやね、子どもたちはね、何か返してくれると思います。まあ4月の方がね、やりやすいんですけど、9月から始めてね、全く成果がないということは考えられないので、ぜひですね、やってほしいなと思います。やっぱり子どもたちは発言しようって気持ちが本来あるんですよね。だけども何かがこう影響していて発言できない状況ですので、まあその障害を取り去ってやるのがね、教師の仕事だと思います。ですからね、
とにかく子どもたちに発言を求めるような授業をたくさんね、設定することが必要だと思います。最初のうちはなかなかね成長が感じられないんですけども、必ず子どもたちはね、その中で少しずつ積み上げて、ある線を超えるとボーンって意見言うようになりますのでね、ぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、というふうにですね、メンバーシップの方ではですね、このような Q&A も毎月1回必ず、やっております。皆さんのご質問に私がストレートに、まあ、結構長くですねお答えするという講談がありますので、ぜひですねメンバーシップご加入ください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。